人生も楽しかったね。その時の人生も楽しかった。だけど今が一番楽しいよ。そうよね、今が一番。その後でしょ、フィリピンと知り合ったの。そうそうそう、出会ったの。韓国はね、あの頃やったらこうなったんでね。ああ、ちょっとそれからフィリピンに来るよね。そうね、ね、韓国の時はね、韓国で本を埋めようって聞いなかったね。あ、それは出ないんだ。うん、フィリピン来た時ね、あ、ここ俺の永住の住みかと思って。あ、うん、冬なんや。そうですよね、韓国寒いしね。そう、寒いしね。まあ、飯はうまい。こんな時期でもこんな格好で俺にも ね、 ね、日本でもあかんやん。もう日本なんかも全然眼中ないけどよ。なんでか言ったら日本人にモテないもん。あれ、うん、そうかも。カオちゃんだけ、カオちゃんだけやんか。カオちゃんだけやな。ありがとう、カオちゃん。ねえ、カオちゃんがいるから楽しいんだよ。言っとくよ。なんで念押すの。ちょっと一番最初に戻って、その武勇、その教会の武勇伝の話。ああ、そう。それ私聞いた時びっくりした。カルボ先輩の武勇伝。もう20年以上前かな。うん。うん、奥さんと喧嘩したんでしょ。20年以上前の話。あの頃しょっちゅう喧嘩しとった。奥さんと喧嘩した。なんで。俺が悪いの。え、なんで。俺が悪い。浮気した。まあそういうのある。パルパルそれは怒りますわ、うんうん、そりゃそう。でもまあまあいざこざが絶えないのね、このフィリピンに慣れなくて。ちょっとこうカーテンしてくれ。カーテンしてくれ。いや、あのいや、その時ってさ、あれでしょ、フィリピンになれなくて、ほら、電気代払いに行っても、50銭ターボのお釣りが帰ってこないとか、なんでお客さんに損させるねんみたいなのがあったんでしょ、あの、殿の中に。あの、その時はまだね、朝の箱は日本の考えたから。日本の結婚した当初だからね。来たばっかりだったから、フィリピンに。39歳、40歳の頃。そうね、43。あ、43。35で結婚して、だから43まで日本で。43とか43。あ、43まで日本で。あ、行ったり来たりの話や。で、そこからこっち来て。そうね。で、いや、じゃあそう、で、来て、仕事辞めてきたんでしょ。そうそうそう。仕事辞めて、だからね、ここで住もう思ってきて。だけど43で辞めたってことは年金までまだ20年かかるからね。だからそれをどうやって生計立てようかってことをやっぱ日本人が考えるじゃん。だから商売にあちこち投資したわけ。それは何百万か知らんけど、全部1ペソの金も入ってこない。本当に騙されたってことね。何百万も投資して。俺がアホやったやん。投資して、でね、持ってる退職金とか持ってる貯金で、でも年金入るまでね、ちょっとずつでも入ってくればいいかなと思って。それを生活費だけね、利益出たらいいかなと思って。そのよく言わへんしね、生活費だけのお金さえあればいいかなと思って。それもあちこち、だけどね、やっぱね、日本人がフィリピン来てね、商売したらね、本当に英語も頼むも分からん、読み書きも分からん、絶対騙される。間違いなく。そうか。で、それの鬱憤が奥さんに行くよね。そう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 。もうどうしてこんなにあちこちでお金がいるんだってね。そうか。嫁の姉の向こうへん。あ、何投資したの？そう。そうっす、日本語喋るね。嫁のお姉さんの、あ、向こう。ああ、なるほど。義理の兄さんだよね。まあね、年は同じですよ、本当に。あ、そう、うん、それで、でもいろんな儲け話を持ってくんだもんね。もうそちらも仕事ないしね、うん、仕事ないから、ここどうやって生活稼ぐのとか俺言う。まあ騙そうって気はないけど、それでただ俺の金を資金を使って、あいつらも儲けを持つでしょ。タクシーも持ったことなかった。あるある。そう、マニラのタクシー、マニラのタクシーに投資でしょ。タクシー買った、いや、投資じゃ買ったよ。タクシーを買ったんだよ。買ったわけ、うん、車を買って、うん、でそいつがオーナーとしてタクシーも勝負 やったわけ。運出し雇って、雇ってね、何台買ったの。タクシー最初に出たかな。最初に出た、しかもその後もまた買った。その後は買ってないな。
買ってない。じゃあ2台、最初から最後までで2台の予定だったけど、本当に買ったの？買ったよ。本当に買った？それ見てる。俺も見た。これは買ったタクシーだよって。うん、タクシーを買って2台で踏んで、利益の半分ぐらいはみたいな契約やったんですけど、約束最初ね、その時まだ現役で仕事してたでしょ、まあ、いちいちフィリピン食うたびに日本からお金持ってこんと、その利益でこっちで遊ぶ金やったらええなって思っとって、いや、そういうのも向こう言うし、ね、そういうことです。あ、ほんで、まあ、タクシー2台持ってやりだしたけど、1ペースも入ってこんと、入ってこない。それはもう誰が取っとったんですか？もうそのね、姉のお兄さん、姉のお兄ちゃんが、義理の兄さん、うんうん、がでも全部仕切ってくれてたんでしょ。そうそう、俺ことわからん。だってその兄さんとの出会いが最初で、そうそうそう、奥さんと出会ったんだもんね。そうそうそう、あ、それがね、最初その兄さんが日本語喋るから日本で出稼ぎ行って大稼ぎしてね、日本語達成ねん。あ、ちょっと本当と賢いけど、賢い、うん、今現在はアメリカでおるけどね。今アメリカおるんですか、うん。でそれで、うん、その知り合いで俺の女房の妹と結婚しないか、なるほど、結婚、16歳のお子さんなんだ。16歳でね、18、2年待って18で結婚して、うん、あの頃薬いらんかったけど、あ、これ、あ、そうそう、だってさ、殿はその時何歳よ、30、30で結婚したからね、まあ30で、うん、30何歳で35で結婚したからね。違う、30何歳でその奥さんに会ったの？そんなん36、7やね。あ、そう、6、7か、3年ぐらい近く。で、その付き合ってる間に手をつけたのかどうかっていうところが、うん、ほら、18歳にもなってない女の子に、あ、いい名付けじゃないわ、婚約者やからいいんだよね。まあ、そんな難しい話じゃないよ、日本じゃないんやから。ちょっと待って、フィリピンもまあまあ、フィリピンは厳しい、あの当時は何でもゆるゆるやゆるゆる、なんて、何でもゆるゆるだったの。あの頃は楽しかったよ、フィリピンも。そっから、あ、そう、そっから中で遊び放題だった。あ、まあまあ、その兄さんとマラってどこで遊んだんだっけ。どこで遊んだかな、あっちこっちで、あの、うん、ほら、乗り放題じゃないわ、なんか持ってきたお金をマネーチェンジして、うん、どっか飲みに行ったら安いもんだから安っ、あったな、出たじゃん。あの時ね、あの時も江戸時代に帰ったやん。あの時千ペソなかったんよ、千ペソ札。何が1万円が違うだ、フィリピンが千ペソなかったんよ、マックスが500ペソ。あ、うん、そうなんよ。俺ね、100ペソでくれたよ。ほんとこれ帯したやつでも1万、100枚で、ああ、計算できる。1万ペソ、100ペソ、うん、100ペソ、100枚取ったら1万ペソ、うん、それ束10個ほど持ってね。すごい、あ、知れてるやんな、それでもね、うん、で、カバンもはボケと入れへんやんな、もすごい、うん、で、バーって言ってね、あの、あそこモニュメントの、あそこはなんかケソンじゃないわ、モニュメントモニュメントの方がケソンじゃないわ、あの一番危ないとこ、あのあそこでしょ、あのチャイナタウンのそばのなんだっけ、あれ、あのなんだっけ、キアポ、いや、キアポの手前でしょ、なんとかなんで、モニュメントの、チャイナタウンのカラオカ、カラオカ、カラオカ、うん、ああカラオカ、カラオカのLRT のあの辺でね、一緒に飲んでんけ、俺らこんな俺こんな格好やつも、どこで、俺貧乏人もいいのな。あの時ビール、あの時俺分かったから、こんなビール2ケース積んでん、その連れだったよ。で、そいつ俺の連れもいっぱい連れ来てね、乗って最後にマネージャーかなんか言ってきてね、お前ら金持ってんかよ、こらって言ってよ。で、カバンパッて開けたって、ね、100ペソ札の、100の束を、束がもう10個ぐらいあったよ、そこ10個が。でその時ね、うん、あのそこの店の女と行く約束になってて、うん、でその女のマネージャーとして おふくろついて来てたやんけ、うんうん、でそれと今度この店終わったらの
行こうかって言ってたんだけどね、うん、俺こんなケチってた店でいらんわお前っつって、うん、母親泣いてきてね、うん、頼むときは連れてってくれっつって、あ、お母さんが、お母さんが、女の子のお母さんが、うちの娘は連れてってくれって、へぇ、ちょっと待ってよ、今は多分ないやろけどね、ないあるかもしれんね、うん、あるかもしれんよ、うん、田舎が多いきゃ、その、札束見たら、うん、そりゃそうだね、うん、そうですわ、うん、この人こんな格好してんのにガバンバー開けたら、うん、札束だー言うてね、うん、ちょうどあの時、あそこで両替した時やもん、その金でタクシー買おうって、あ、そう、ほんだから持っとったんかな、じゃあ、いや、200万ぐらいでしょ、その頃の200万円ぐらい、うんうん、いくらぐらいの、めちゃめちゃすごいでしょ、知らん、覚えてない、タクシーいくらで買えたんだろうね、その調子、うん、やっぱ中古車高いもんね、中古車は日本ほど安くないからね、うん、こっち中古車高いもんね、タクシー2台買ったんだ、うん、で、それで入ったお金、入れんよ一回も、うん、だけどね、普通の人一回も普通の人間はそこでね、うん、考えるよ、うん、普通の人間はそれを、俺、うん、同じまた、うん、次やって3回やったもんね、全部ダメだな、次やったって何をやったの、次バラテロでカラオケやったでしょ、それまたその兄貴が出てったんです、そうあるで、ね、あるとごめん知れてた、日本で50万ぐらいだった50万、もうあるとおりね、これか KTV ができるやつで、はい、ということでね、本日はここまでです。まだまだ続くカルボ先輩の武勇伝、引き続き動画を上げていきますのでどうぞご覧ください。はい、今日はこれで終わります。